皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修です。今日はですね、テーマは、おすすめ練習方法、ちょっとね、3選っていうのをちょっとお話したいんですけども、僕が皆さんにおすすめしたい練習方法、ただ単にボールをパカスカですね打つだけだと、どうしても何が正しくて何が正しくないのかわからないっていう方とても多いので、実際に何が、僕らもやっていて、そして皆さんも練習して時間をね無駄にしたくないっていう方多いと思うので、どういうことをしてどういう趣旨でやっていくのか、ここら辺の、解説を今日はしていきたいと思ってます。3選なんで3つですね、早速解説していきたいと思うんですけども、まず1つ目、両脇にヘッドカバーを挟んでスイングする、これ非常に、いい練習なんですよ。なんでかっていうと、これでインパクトゾーンの練習をするってこと、だいたいこのぐらいです。これがね皆さんできないんですよ。でどうしてもこれを固めてこういうふうに腕をガチガチにしてしまっては方が多いんですけれども、こういうイメージちょっと見てください。グリップを緩く握っててください。そして体を揺らすと、ほらクラブが揺れるでしょ、脇は締まってます。このような感覚なんですよ。なのでこうやってグリップの力をあまり入れないで、体を左右に動かしていく。この時に体重移動が理解できます。右に体重乗せて左に体重乗せる。そしてこれによって体の回転も、こうやって体が回るということも分かってくるでしょう。ダメなのは、これで手でこうやって振っていかないってことですね。これ当て感がある人は当たっちゃうから、これで一体感を出していく。でこのままだとね、バックスイングこれぐらいしか上がらないんですが、これを少し大きくどのぐらいできるかっていうのをチャレンジしてみてください。結構ねいけるんですよ。これでも するとボディの動きがしっかりとして、手を使わないでボールを打つと、これでインパクトゾーンを理解する。どうしてもこう手振りになっちゃう方って多いので、これによって手を使わないで体全体が使える感覚っていうのをまず覚えてください。これまずおすすめ、誰でもヘッドカバー持ってるでしょ。これが1つ目です。2つ目が左手で片手でボールを打つ、これです。これを覚えることによってハンドファーストのインパクトっていうのを覚えれます。ちょっとやってみますよ。これでただ打つだけです。でこれでね皆さんやるんだけれども、皆さんこうやって打とうとしちゃうんですよ。こうやって肘を畳んだりとかね、これもしないでください。基本的にはもうこのまんま、一体のまんま、これでいいです。なんでかっていうとね、振っちゃうと結局それでもこうフリップしたり、手首ハンドファーストじゃなくても当たっちゃうんですね。左手で、ね、綺麗に当てるとナチュラルにハンドファーストになりますから、はい、コツはここを締めること、この V 字ですね。この V 字を締めた状態でスイングをするとハンドファーストの形作れます。ちょっとやってみますよ、もう一度。ほら締めてる。ここが空いてるともうここでプラ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 動いてしまうので、このように打ってみてください。でこれが慣れたらバックスイングだけちょっと角度つきます。そしてこの手を離して、このようにもう一度こういう感じです。一度触ってください。これだけでリリースの感覚、クラブヘッドの開放、これが分かります。このような感じですね。
これを理解してハンドファーストで当たる感覚っていうのをまず覚えてみてください。慣れてきたらね、多少大きな動きをしても構いません、構いません。このように見てわかる通り、クラブヘッドをそんなに振ってないんですよ。こうね、こう振ってしまうと何にも意味がないので、これ練習してみてください。これが2つ目。そして3つ目、クラブを逆さまにして素振りです。これ逆さまにしてスイングするというのは非常に難しい。これは家でもできると思うんですけども、これで連続で振ってみてください。構えて、このように。でこれで何が分かるかというと、僕今一つ、あることをしてるんです。いつものスイングじゃそこまで分からないような動き、皆さんにとって。これはですね、見てください。これです、これです。クラブを一回前に出してる状態ですね。前に出して、このように。こんなことやってない、実際のスイングでは。なんでかっていうと、クラブ軽いからなんですよ。クラブが軽いからこのままいきなり上げれないんです。上げてしまうとこういうふうになっちゃう。それを一度前に出すと、このようにクラブを振ることができる。じゃあこれを実際のスイングでやってるのか、やってるんです。実際のスイングも実は構えて一度少しこちらに動いた後に、こっちですね、その後に打ってるんです。これがこのクラブ逆さまスイングをすることによって分かるわけ。一度前に出て、このように。非常にリズムが取りやすい。クラブが軽いことによって抵抗を感じにくい。それを一回ヘッドを前に出すことによってめちゃめちゃ振りやすくなるんですね。これを繰り返し素振りした後にもう一度普通の状態で構えると、ヘッドの重みがめちゃめちゃ感じられる。このまま打ってみます。非常にいい感触で打てるということがこれで分かると思います。はい、ということで今日3つの練習方法、おすすめ3選やってみました。簡単ですよね。ちょっとまとめてみますよ。1つ目はこのように脇を締める、同調するようなスイングをしてください。分かったら、で左手でハンドファーストで、そしてそれができたらクラブを逆さまにして振ると。この3つをやっていただければ非常に練習の合間にね、なんかボールずっと打つんじゃなくて合間に入れてくれれば、スイングの感受性というかいろんな感覚が理解できるようになりますから、そこからまたボールを打っていただけるというふうに感じて、やってみてください。ちょっとじゃあ実際に私最後にボールを打っています。このようなイメージから打っていただければ非常にいいイメージが出てきます。もう1球、ということで、今日はただ練習するだけじゃなくてちょっと工夫してですね、練習してほしいということで、おすすめ練習法3選というのを話してみたので、ぜひです、ちょっと伸び悩んでるなという方、ただいつも毎日練習してるんだけどうまく打てないなという人は、ちょっとこういう思考を変えてみると面白いと思いますので、やってみてください。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価をお願いします。あとコメントね、たくさんいただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。
動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。